道館、武道館、短い時間かもしれないけど君に伝えたいことがもう一度いっぱいあるんだ。何万回だって君を思うよ、届かないことなど分かっているけど、さよならは胸の奥にしまっとこう。やっぱり僕は君に会いたい。最強じゃん、お座りエレガント。昔の武道館の映像とか見返した時に、ああ僕がやってきたことは残ってたんだ、ちゃんと。この2日間はそんな自分がゆっくりと、そして長く歩いてきた旅路の中で改めて一つ、大きく終着点だと言えるところにたどり着かせてもらいました。本当にそれは何よりも変えがたい、日々僕のことを支え続けてくれた皆さんのおかげです。ありがとうございます。くれた人たちがいっぱいいて、こんなに聞いて自分の声を聞いてくれる人たちがいるなら、なんかもうちょっと頑張ってみようかな、次はあれをしてみようかなっていう、たくさんの夢がもう本当に、ただ真っ平らな土に対して少しずつ芽が生えてきて、それが成長して花になって、大きな愛を生んで、さまざまな場所へ飛び立っていくことができました。今日という日も、まあ革命前夜なんてね、大げさなタイトルをつけましたけど、僕なりの愛情表現だなと思ってます。2024年をもっともっと僕は僕自身の力でもっと先に向かっていきたいなと思います。Jump show!